第14話リュカ、ヨミテ、大作。サスケたちがイタチ捜索を行っている頃、その封印を解いたらダメだ。お前どうしてこの場所が。エンゾのおっちゃんにお前を止めてくれって言われてきたんだ。父さんに。リュカ、そんな化け物に惑わされるな。そうだ、どうせまた裏切るに決まってるんだ。今は三つ頭の封印を解くのが先決だ。お前らの里を襲ったのは俺じゃねえ。元帥ってやつが俺を犯人に仕立てるために。黙れ。こともあろうに里を救って亡くなられた元帥様を。元帥は生きている。父上が。ほら見ろ、ボロが出た。元帥様は俺たちの目の前で亡くなられたんだよ。そうじゃねえんだ。くそ、許せねえ。リカ、封印を急いで解いてくれ。了解。はっ、影分身の術。はっ、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 はラセンガースタンサー連携攻撃のチャンスだ。カカシ先生行くぜ。連携成功だぜ。影分身の術。了解。影分身の術。
携成功だぜ。王様ら戦乱。三人同時に相手をするんじゃないぞ。影分身の術。つらい。影分身の術。くらえ。くしょー。影分身の術。くらえ。体が重い。わかったら。くしょー。くらえ。影分身の術。くらえ。スタンサー。連携攻撃のチャンスだ。カタチ先生、行くぜ。連携成功だぜ。王様ら戦乱。わかったわ。同時に相手をするんじゃないぞ。ナルト、一人ずつ確実に倒すわよ。影分身の術。影分身の術。スタンサー、連携攻撃のチャンスだ。3人同時に相手をするんじゃないぞ。ナルト、くらえ。一人で確実に倒す。大玉ら戦乱。